全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかの。わしの名前は大木戸じゃ。今回はウルトラサンムーンで久しぶりにあの企画、ゴミポケ御三家が来るたんびに罰ゲーム企画やっていこうと思うぞ。今回はポケが購入じゃな。まあこの罰ゲーム企画やるとゴミポケが来づらいっていうな、あのジンクスがあるから頑張っていこうと思うぞ。お、頑張っちゃいけないんじゃな。ミラクル交換ピッピカチュー。静止がじわる。許してくれメンス。今回の初手ポケモンはメタモンでいくぞ。あ、どんなポケモンにもなれるメタモンならきっといい流れを持ってきてくれるはず。あ、でもいい流れ持ってくるとちょっとな、純伝説以上色違いでも一泊確定してしまうからな、そこだけは気をつけないといけないの。パチ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 、メキシコの方よろしく頼むぞ。さあ、初手ゴミポケモン送ってきたらぶち殺すからな。おい、気をつけろよ。ピッピカチュー。バイバイバタフリーじゃな。ほらな、やっぱりこの企画やるとな、珍しいポケモンが送られてくるんじゃの。バタフリーゲットじゃぞ。まあ一応ジャッジ、はい、バイ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 バタフリーしていくんじゃの。ポンマリさんかな、よろしく頼むぞ。さあ、バタフリーをポンマリさんにしっかりと押し付けていくんじゃの。ピッピカ、いやいやいや、チー。おー、すごいね、クイックボール不思議だね。まあゴミポケではないが、ケーシーが送られてくるかなって思ったが、不思議種だったからセーフじゃの。本当にこの企画やるとゴミポケ御三家来ないみたいじゃな。まあ一応ジャッジ、はい、さよなら。Kさんよろしく頼むぞ。さあ、君に不思議種をプレゼントしてゴミポケ御三家をしっかりと回避していくんじゃの。ウルトラボールピッピカチュー。まあ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 、これウルトラビーストだったら純伝説扱いで一箱購入じゃったから危なかったな。ある意味危機回避をしっかりと特性な発動していくんじゃの。あ、ユイさんよろしく頼むぞ。さあ、陰脚レオンを平沢ユイちゃんに送りつけていくふわふわタイムじゃの。ピッピカチュー。もちろん俺ら鉄鋼するで、拳で。最近なんか勢い余って大パンしたら拳から血が出てしまったからな、みんなも大パンには気をつけるんじゃぞ。はい、美和子さんよろしく頼むぞ。女の子プレイヤーかな。そんな君にはな、この生拳っていうな、生っていう言葉になんか性的欲求を感じる男のポケモンプレゼント、ピッピカチュー。レモン。モノズケンシリスナーじゃねえかお前ちょっと草生えたジャッジあ、しかも微妙に強いな。モノズケンシちょっとセンスが光ってるね。まあ取っといてもいいんじゃが、ちょっとね、モノズケンシをね、ちょっと布教していかないといけないわしは。だから他のやつになすりつけるわ。で、これでこいつミラクル交換にどんどん流されていって、モノズケンシがなどんどん普及していくっていう流れを作っていくぞ。はい、テチさんよろしく頼むぞ。さあ、モノズケンシのレモンをテチさんへしっかりと布教していく。ピッピカチューは、ドンカラス嫌いなんだよな、ドンカラスな。あの、モコウ先生のドンカラスデッキにやられて以来、なんかドンカラス見るとね、なんかトラウマみたいにね、動悸が止まらなくなってしまうんじゃの。アンナさんよろしく頼むぞ。さあ、アンナさんにこのクソブサイククモ野郎をしっかりと押し付けてゆく。ピッピカチュー。危ねえ。
だんだん流れが下り坂になってきて、ちょっとねゴミポケに近づいちゃったな。これはあーなんかうんこの周り飛んでるアブ野郎な、お前。いやー大丈夫かな、企画倒れしちゃうこれ。あ、ゴッドさん、効果がないみたいなフェアリータイプが好き。なんかこのゴッドってやつドラゴンタイプに親殺されてそうだな。まあいいや、しっかりとねうんこ映えを送りつけていく。ペッペカニャニャチープねー緊張するな、このドキドキとワクワク感な。いやだんだんやばい、嫌な予感がする。ブランドンさんよろしく頼むぞ。なんだっけお前、なんかよくよく見るとノンストップの井上だっけ、あのキザな方、あいつ似てるなお前な。ああどっか行けピッピカチューン。はいはい、マサト君よろしく頼むぞ。さあしっかりとマサト君にこの小学生が大好きそうな恐竜の化石を押し付けてピッピカチューン。マサト学校でいじめられそうな名前してんなお前な。明日お前あれだからな、おめえの席ねえからな学校でな、うん、登校する意味ねえからな、うん、早退しろお前ポケ。うわまた小学生みたいな、ユート君とかマサトとかユートとか大丈夫か。もうレンちゃんはやめろよ本当にな、うん、どっか行けこのクソ恋がな、うん、ピッピカーチューブねー、めっちゃ緊張した。ゆうとくん、意外といいやつだな、お前な。クリスマスが近いからな。ああ、ジングルベルって感じやな。わしはクリスマス生放送やってるかな。はい、せいさんよろしく頼むぞ。なんか東京グールみたいな名前しやがって、お前な。佐々木ハイセじゃねえぞ、冒険がな。ピッピカーチューン。エブイエブイエブイ。ローテさんにゆうきあおいさんをしっかりとプレゼントしていく。ピッピカーチャンプね。ウルトラゴミポケ御三家の方じゃったな。あぶねー。ピッピカーチャン。ごわ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 。ミラクル豪華に入り浸りルガルガンさん。ルガルガンさん何やってんだ、このなポケカでお前ティアワン飾りやがって許さねえからな。ピッピカチュー。おーなんだこれなんだこれ、ルガルガンお前なんてことしやがるバカ野郎お前。うわあなるほどな、バーチャルコンソールから引っ張ってきたのか。つまり 3V は確定のはず。うん、 3V 上と上から時間と空間を超えてはるばるやってきたようだ。多分バーチャルコンソールの正規品だと思うけど、まあ多分コピーさんの可能性はあるけど、まあ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 保持しておきましょう。まあ保持した結果な、一箱なんですけども、じゃあこっからあれするわ、いつも通りのバイバイチャンス行こう。こっからな、うん、配信を盛り上げる男、うん、こっからポケモンね、ゴミポケ御三家または色違い来た場合5回な、5回の間に来たら2倍にするわ、うん、ゴミポケだったら6匹ね、ゴミポケだったら6匹で色違いだったら2箱行くわ、うん、いつもの企画やっていくぞ。星さんよろしく頼むぞ。さあこっから5回連続でバイバイチャンス、うん、マジで怖い、緊張するが、まあ大丈夫じゃろう。んピッピカチュー、よし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 、まず1回目しっかりと回避していくんじゃろう。このリスキーなな、あのバイバイチャンスがギャンブラーの血を騒がせるんじゃな。私ネガティブなんです。ミスチキさんよろしく頼むぞ。頼むからネガティブなポケモン送んないでくれよな、バイバイチャンス中じゃからの。ピッピカ、いや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 、ダーク
ルアーボールの時点でお察しじゃったが、本当にコイキング送ってくるバカがおるか。このネガティブ女がお前な、死ね。あと3回じゃな。あ、やべえ、嫌な予感する。マジで怖いね。驚いたね。なんでバイバイチャンスした時に限ってくんだよボケが。お前しょうもないの。え、フリッツさん、さあコイキングをフリッツさんに送りつけてゆく。ピッピカチュープねチェンさんかな、読めないが、読めないが、まあ大丈夫。ラストね、2回、これ4回目だから頼むぞ。ピッピカチュープねー危ないな、キャタピーだったからセーフじゃな。でもなんか物足りないよね。なんか物足りなくないですか皆さん。どうすか。じゃあラスト1回、これラスト1回でバイバイチャンスプレミアやろう。うん、プレミアバイバイチャンス5倍で。だから1回来たら1匹ゴミポケ来た瞬間に、6530一箱、この企画やります。いやマジ緊張する、やばい、マジ緊張する。ああ。でここで改造ポケモン来ちゃったら5箱開封しないといけないから、集中集中、ここやぞ磯丸。アルシアの方なら大丈夫だろさすがに。あ、やべえ、むちゃくちゃ緊張する、頼む頼む行ってこいキャタピー、頼むぞ。んピッピカーチ、おしゃー、ぶねあぶねー、みんなごめんな、ごめん、みんな本当にごめん。はい、ということで本日の罰ゲーム企画、ゴミポケ御三家が、まあ、実質2体なんじゃがバイバイチャンス中に来たので3体、で純伝説以上が1体来てしまったので1箱、つまり合計で6、3、18、30、48パック、え、購入じゃな。危なかった。でも最後の5倍チャンスはちょっとね、脳が震えたな。うん、みんなもこんな危ないギャンブルはしちゃダメじゃぞ、いいか。ということでみんなも楽しくポケモンゲットするんじゃぞ。ピッピカチュー。